毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今回は佐賀市西岡町にある株式会社サンノリをご紹介します。皆さんもよくご存知のこれ、美味しい海苔製品がどうやって作られるのかノリノリで行ってみましょう。1964年、前回の東京オリンピック開催の年に産声を上げた株式会社サンノリ。以来、全国的に有名な有明海の海苔をさまざまな製品に加工、販売。佐賀県人なら知らない人はいないというものすごい会社なんです。さあ、サンノリにやってきました。ここで海苔製品を作ってるんですよね。サンノリはですね、佐賀県有明海漁協が催す入札会で美味しい佐賀海苔を買いましてね、この工場で、味付け海苔とか焼き海苔に加工してですね、全国にそれを卸している海苔メーカーです。なるほど。ところでこの三海苔の三って何か意味があるんですか？あの三っていうのはですね、あそこにあるんですけども SAN で、 S はですね、佐賀県の S、 A は有明海の A、 N は海苔の N と、これを、で三海苔と付けましてですね、太陽の同じ三ともじって三海苔と名付けました。そういう意味だったんですね。友達にも教えてあげなきゃですね。まずはいろんな海苔がありますが、何種類くらいの製品を作ってるんですか？サイズや味、小売店用から、業務用、贈答用まで様々な、ニーズにお応えしておりますので、全部で400種類ほどございます。すごい、そんなにたくさん。高値の海苔は、主に贈答用やお土産用などに、使用され、中級品は味付け海苔や、おにぎり用として加工しています。単価も、いろいろあるように、海苔の等級も各支所の選別でおよそ160等級ほど今ございます。そのランクって誰が決めてるんですか？はい、漁業協同組合のベテランの検査員の方が色、艶、味をもとにランク付けをされます。我が社ではそのランクをもとにいろいろな商品を製造しております。ところでここでは海苔を1日に何枚くらい作るんですか？はい、フル稼働で1日40万枚、年間で8000万枚加工しております。8000万枚？すごすぎます。ということで、次回はサンノリの工場を見学して製品作りをじっくりご紹介しますよ。お楽しみに。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今回は株式会社サンノリにお邪魔してるんですが、ちょっと肌寒いんですよ。実はここ海苔を保存する倉庫なんです。それにしてもたくさんありますね。仕入れた海苔はこの低温倉庫で5度前後で保存しています。約2万3000本、およそ8300万枚が保存されています。ここにある海苔がどうやって製品になるのか、早速工場を見てみましょう。工場の中にやってきましたよ。こんにちは。それにしても女性が多いですね。現在、女性の方が60名、男性の方が6名で作業を行っています。今工場内で作ってるのは何ですか？味付けラインが3ライン、焼きラインが2ライン、塩のりのラインが1ライン、刻みのラインが1ラインになっています。なるほど。では早速海苔の作り方を教えてもらえますか？はい、じゃあ行ってみましょう。まずは倉庫から入ってきた海苔を、この異物検出器によって異物がついているものといないものに分けています。で、異物がついていないものに関しては焼き釜の方に入っていきます。約230度から240度で焼いています。くるくる回っているのは何ですか？こちらの方では味付け加工を行ってます。醤油ベースの味付けになってます。あー、醤油美味しそう。ここは味付け加工の乾燥工程になります。180度ほどの温度で乾燥させています。乾燥させた商品がこちらになります。あー、なるほど。
1日に40万枚も作るって大変じゃないですか？大変な面もありますが、それだけ多くの、美味しい海苔をお届けできるのが嬉しいです。まずはあそこにいる人にも話を聞いてみましょう。ボンジョー。ここでは何をしてるんですか？商品の使用書通りに製品ができているかどうか製造中の工程を確認しています。包装された後はシール不良がないかとか賞味期限の印字ミスがないかとか実際に見て確認しています。多くの項目をチェックすることで安心して食べていただけると考えています。ここまで食の安心安全にこだわってるからこそ皆さんに愛されてるんでしょうね。さすがです。まずは美味しい海苔を作るぞ。ということで今回は佐賀市にある株式会社サンノリからお送りしました。次回は木山町にある西鉄車体技術株式会社をご紹介しますよ。お楽しみに。